はいどうも、高木充です。今回はですね、また山の方に採集に来ております。で、今回はまたトカゲを狙いに来ました。で、前回の採集でもトカゲ採集をしたんですけど、日本トカゲを見ることはできても取ることはできませんでした。めちゃくちゃ動きが早かったんですよね。で、今回はそのリベンジってことでトカゲ釣りをしようと思ったんですけど、申し訳ありません、トカゲ釣りの道具を持ってくの忘れました。いや、せっかく天気良くて気温も高いからめっちゃ絶好のトカゲ採集日和なんですけど、マジでやってしまいました。なので今回も普通に、トカゲを探そうと思うんですけど、とりあえずちょっと山を見たら、下降りてあのカナヘビ去年めちゃくちゃ取った公園があるんですけど、そっちの方に行ってみようと思います。はい、とりあえず山を登って日本トカゲをよく見る石垣を今探してます。いや、結構ね、今日あったかいから出てきてるんじゃないかな。うん、昨日はねパイプの中で日光浴してたんですけど、ワンチャン出てきてますね、これ普通に。めちゃくちゃ暑い。日本トカゲやっぱいますね。いるけど、やっぱ釣らないと石垣の中の日本トカゲは取れないですね。もう動くんが早すぎます。ちょっと近づいただけでもすぐ中に入られるんで、やっぱなんか道具がないと無理ですね。よし、じゃあちょっと日本トカゲ取るの難しいんで、このまま山を降りてカナヘビがたくさんいる公園に行こうと思います。まあ、ちょっとあっちの方人が多いと思うんで、自分の声は入らないかもしれないですけど、ご了承ください。じゃあちょうどここ降りてったら、公園なんで山降ります。
はい、というわけで帰ってきました。で、今回はねめちゃくちゃ天気が良くて気温が高かったんで、たくさんのトカゲを見ることができました。で、結局取れたのはこの2匹です。日本トカゲ1匹と日本カナヘビ1匹ですね。まあ正直他にも取るチャンスがあったやつはいたんですけど、まあ、結構やっぱトカゲ取るの難しいですね。あんまりうまくは取れませんでした。で、この2匹のトカゲたちなんですけど、日本カナヘビは僕が飼育します。で、日本トカゲはラフチャンネルの有馬さんが欲しいということなんで、ラフチャンネルの有馬さんにお譲りします。はい、というわけで今回の動画はこんな感じで終わります。で、またね、来週もあったかい日があるみたいなんで、またトカゲ採集行こうと思います。楽しみにしておいてください。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。